プープーの、みちゃんこちてブログ騒動の説明。今回は、第一部でしょう。プープー。みちゃんこちてブログは、オッケーだが。みちゃんこちてブログに、アフィリエイトは、グレーゾーンである。こんな感じに住み分けて、今ままでは、不満を感じながらも仲良くやってました。そこであるミープのネタを、紹介しているブログ主のオタ女さんが、好きなんだけど、先にそれを言うやつ。2色のミントが吹っ飛ぶぜ。じゃあ、できるだけ早く稼げる。最終のミープって、半分最初から外したくてさ、芯がいっぱい釣れたぜ。などと発言してしまいました。するとどうでしょう。プープー。今までは、面白いね。プロで乗ったろ。広告出す。だけど、みちゃん見なくていいから楽。更新が早い。と言っていた人たちが突如として決起し、批判が始まりました。ミップが面白いからサイトやってたんじゃないのか。俺たちはダメズルだったのか。などなど。プープー。これは、まずいと思ったオタ女さんは、みちゃんこちてブログ仲間のニャーショクさんに相談しましたが、空気の読めない技なのか、反省の色も全く示しません。それを知った、みちゃんネラーは次々調査を始めました。すると、モタ女さんが取ったドメインのフリルから、個人情報が出てしまい、モタ女さんなるキャラの自演が出たり、それでも工作が、次々と明るみになっていきます。プープー。そこで、みちゃんねるの管理者である人たちが、アフィリエイト自体、悪いとは思わないけど、コンテンツ提供者に敬意を払わないのはどうですかね。みちゃんねるの無断転載を中止してください。文句あったら家にしてください。と警告しているのです。しかしこれは、祭りの始まりに過ぎなかったであった。第一部、完、プープー。プープーの、みちゃんこちてブログ騒動の説明。今回は、第2章でしょう。プープー。ある日、調査で明らかになった、ニャーショクさんを筆頭とするブログ連合に対し、みちゃんねる管理者の人たちからは、ブログ連なんて潰れてしまえ。アフィリエイトが悪くはないけど、流しさんに敬意を払わないのであれば、退場してもらうのもありかなぁと思ってたり、と、とうとう厳粛警告されてしまいました。プープー。その頃、七瀬さんの間では、ローカルルールの変更、投稿確認の追加があり、モタ女さんのブログの閉鎖でお祭りは終わりかと思われましたが、スネークから情報がもたらされます。プープー。いくら稼いだか会議を開き、5回で聞こえるトーク、相談しながら自作自演、雑誌の賞金50万で、なんて。などなど。さらに、頭にきた .com さんと、ニャーショクさんの、ネトラジも公開され、みちゃんねるを、食い物してたことが、さらに暴かれ続けます。サイトでの年収は、はてな。300円ぐらい。これによってビップと連続の間では、批判がさらに増え続けました。お前らよ、いい加減、どうせこの人答えねえに決まってんだから、もっと別のあれしろよ。あのね。プープー。そしてビップの工作員との夜遊びと、連続のおかげで、調査がどんどん進み、みちゃんこちてブログたちは次々と閉鎖していきましたが、そんな中、みちゃんこちてブログの有名どころである、バラザニッキさんは、みちゃんのサーバー管理者である、フォックスさんの呼びかけを無視を決め込み、更新を続け、今回のお祭りの主役である、私、プープーが、流行りましたのであります。プープー。次々と閉鎖していった、みちゃんこちてブログですが、ニャーショクさんの、某企業のサーバーに移転計画がバレて、この物語はもう少し続くのでした。
続きは内藤くん頼むよ。わかったよ。